こんにちは、カッパパでございます。まあ、先日ソロキャンプ行ったんですけど、あの時に外の ST310 っていうレギュレーターストーブですね、あれを持ってったんですが、さすがレギュレーターストーブだけあってですね、普通に調理ができたんですが、どうしてもやっぱりですね、火が安定しないですね。さすがにね、あの時マイナス3度ぐらいかな、朝。冬キャンプやることが多いもんですから、火力という点で、ガソリンストーブ一つ買ってみました。タイトルでね、もう分かっちゃってると思うんですけど、小学校の頃からボーイスカウトをやってましてね、で、その間に実はガソリンストーブって、過去2回しか、使ったことありません。っていうか、買ったことありません。最初はですね、コールマンのピークワンっていうのを、昔買ったんですね。あれは、大学1年ぐらいかな。で、それを使ってたんですが、ちょっとある、キャンプの時です。ボーイスカウトの先輩がですね、ちょっとガソリンストーブ、使い方間違えてですね、大怪我しちゃいましてですね、あれ以来ちょっと使ってなかったんですね。で、久しぶりにね、大人になってというか、子供とキャンプやるようになって、コールマンのツーバーナー、有名なやつですね、あれを一つ買ってみたんですが、要は重くてですね、重い割にそんなに使うわけでもないんで、あれはお蔵入りになってます。あれから10年ぐらい経つんですけど、久しぶりにですね、ガソリンストーブを買ってみました。オプティマスの 123R、スベアというやつですね。僕はね、学生の頃これオプティマスじゃなかったんですよね。スベア123とか、スベアとかって呼んでたんですけど、いつの間にかですね、オプティマス社ブランド、オプティマスブランドですか、になってましたね。とりあえずこんな箱だったって初めて知りましたね、これ。ちょっと開けてみます。これかカップですね。このカップがですね、どれぐらい入るんだろうね、これ300入るかな、そんな感じかな。本体ですね、じゃーんと。おお、いいっすね、真鍮の。で、これがあってですね、残りはいろんな国の言葉で書いてある説明書と、これが日本語の説明書ですね。ここにいろいろ入ってますね。これがあれですね、カップのハンドルですね。すごくね、アルミで薄いっていうか軽いですね。こんな感じで使います。ここにですね、火力調整のハンドルらしきもの、ハンドルですね、これが入ってます。じゃあね、カバーを取っちゃう。もう外れてる。こんな感じでですね、いいですね、このすごい真鍮の、このままですね、使わず取っておきたいぐらいのやつなんですが、ここにこうチェーンでですね、火力調整のハンドルがついてます。で、これが外の風防兼スタンドですね。こんな感じです。で、ここにですね、五徳がついてますね。で、この五徳は外と内とですね、鍋の大きさに対応してですね、中入れたり外出したりと、そんな感じに使えます。せっかくの開封なんで、一応ちゃんとですね、記録の意味も含めてですね、ちょっとアマゾンのサイト見てみます。僕ね、アマゾンで買ったんじゃないんですよね、ちょっと別のところで買ったんですけど、アマゾンだと、1月の終わりのあたりで大体11,826円と、そんな感じですね。使用燃料は、ホワイトガソリンで本体の重さですね、この重さが 550g と、結構重いですね。で、収納サイズがですね、これちょうどパイが 100mm なん で高さが 130mm と、で、出力がですね、130kcal と、いうことなんで、一般的なガスの、カートリッジガスのストーブのですね、大体半分ぐらいかな、今ハイパワーなんで、出力的にはそんなにないですね。で、燃焼時間は、このタンクにですね、ガソリン 120ml 入るんですが、
で最高2時間というようなところはそうです。まあちょっとですね、ご紹介までに、開封をしてみました。これをですね収納するクッカー、まあ、かなりいろいろ紹介されてました。まあいくつかですね、実際にクッカーを入れてですね、試してみたいと思います。このオプティマスの 123R スベアがですね、まあ、どんなクッカーに入るかなというのをですね、まあ、ちょっと手持ちのクッカーで実験したいと思います。これは無理っぽいな。まあ、これはあれですね、まあ、何回も動画に出てる、まあ、エヴァニューのチタニウムの深型ポットですね。まあ、これはもう当然全然入らないと。これ入ればね、なんかすごくかっこいいのね。これはまあ、何回も登場してますけど、S ビットの985クッカーですね。こちらですね。まあ、これ風防が入ってるんで、大きさ比べるとこれぐらいな感じですね。で、これを入れてみますね。S ビットの985に入れると、まあ、結構ですね、底の収まりはバッチリ、グラグラしないですね。で、両脇がですね、ちょうど1センチぐらいかな、1センチぐらいの隙間がありますね。なんかこうタオルかなんかこう挟んでですね入れるといいかもしれない。これで高さも問題ないですね。ちなみに全てこういうものを収納した状態がこれですから、これぐらい浮き出ます。で、これにやるとかぶせると、がっちり、結構余裕がありますね。これものすごくしっかり入ります。これは合格ですね。まあ山行くときはですね、まあ、山登りするときは必ず持っていく、プリムスのライテックケトルパンですね。まあ、使用頻度は一番これが高いかもしれないですね。大きさ的には、こんな感じですね。じゃあこれも入れてみます。これもですね、だいたい隙間ってことで言えば両脇1センチぐらいかな。やっぱりさっきの S ビットと同じようにですね、かなり隙間が空いてます。でも、まあなんかね、こうタオルとか巻いたりすればちょうどですね。で、高さがですね、これ実はこの、まあ、パンの蓋がですね非常に薄いんですね。で、これギリギリかな。あ、入った。これバッチリ貼りましたね。で、ちょうどね、ここを揺するとあんまり上下、中がね上下に動かないんで、結構これジャストサイズかもしれないですね。はい、こちら OK。 まあ、ちょっと見た目はこうかなり焦げたりしてですね、あんまり綺麗じゃないんですが、スノーピークのトレック900のチタンの方ですね。これをね、あんまり実は動画に出てないんですけど、かなりよくガンガン使ってましてね。で、以前作ったクッカーご紹介にも実はこれ出てなかったんですね。正直言うとね、どこにしまっちゃったか忘れちゃったんで、実は一番使い込んでるのがこちらでございます。もうこれに入るとね、非常に気持ち的に嬉しいんですね。じゃあトレック900のチタンね、これに入るかどうかということで、まあ、これ余裕ですね。余裕ぶっこきまくりって感じですけど、これを入れるとやはりこれも同じように、まあ、隙間が、まあ、1センチぐらい空きますね。まあ、高さは余裕だと思います。で、上下に振ると結構上下で動くんで、まあタオルをですねちょっと折ってやるとちょっとぴったしかもしれないですね。まあ、こんな感じでございます。まあ、そんなことでですね、ちょっと新しいまあ戦力というか、久しぶりにですねストーブ、ガソリンストーブを買いましたので、これからですねちょっとガンガン使っていきたいというふうに思います。それではそれでは。